こんにちは、ひろきです。こんにちは、えりこです。今回はコラボ対談企画2022ということで、僕と、えりこさんでね、対談動画を撮っていければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。で、僕らは、フリーデイズっていうブログの収益化のコミュニティですね。120人ぐらいか。はい、今回はそうですね。で、ゼロからブログで稼ぐ方法をね、学んだりとか、またね、こう、みんなでワイワイとね、盛り上がっていたのを、やっていくっていう、ね、コミュニティをやっていて、ちょうどね、1年間が、これで終わるっていうところで、その振り返りをね、しようかなというところで対談動画を撮るんですけども。はい、そうですね。はい、今回はフリーデイズのサードで3期目ですよね。で、去年もこうやってね撮らせていただいたんで今ちょっとね振り返ってきたりしたんですけど、はい、本当にその前も今年も楽しかったですね。フリーデイズ、そうですね、もうたくさんの方にね実績出していただけたっていうのもありますし、なんでしょう、本当皆さん初心者からこう初心者の何も分かんないっていう状態から入っていただいて、もうこのフリーズサード終わるこの時で本当に大きなね成果を出していただいた方たくさんいるので、そのことを伝えたいですね。そうですね、伝えたいんですけど、その前にちょっとね、そうでしたそうでした本当にいつもさっきマジでしちゃって、簡単に自己紹介、ね、そうですよね、そうです、そうです。この動画は、僕のメルマガ読者さんと、あとエリコさんのね、メルマガ読者さんの方にこう配信していくので、僕の方に登録している人からするとね、エリコさんって誰っていう風になってしまうので、お互いにね、簡単にこう自己紹介をしていければなというふうに思いますので、簡単にですね、はい、ね、じゃあやっぱりこれの、これの方ですから、そうですね、さっきです、はい、じゃあ僕の方から簡単に自己紹介させていただきますと、僕改めましてひろきと、言います。で、僕はもともと普通に、会社員として働いていたんですけれども、ブログに出会ったのがもうかれこれ2016年末ぐらいなので、ブログをスタートしてもうすぐ6年ぐらいになるかなという感じで、コンサルとかを、そのブログのやり方を教えるとかっていうことをやり始めたのは2018年の4月ぐらいなので、どんぐらい ?2022 ですからね。4年ちょっとぐらいですね。本当にこう4年間で、もう 何人教えたかわかんないんですけど、月収10万から大きい人だとね、もう月300万とか、それぐらいのね、成果を出す方も、育てることができて、本当こう、今回ね、コミュニティもそうですけど、たくさんの人の、人生をね、変えていくことができたなっていうのがね、なんかすごく自分でも、なんか今言ってて、改めて、本当に、やりがいのある仕事だなっていうことなんですけども、そうやって、そういう仕事もしつつ、またプライベートでは、ずっと、なんかこれ毎回言ってますけど、毎回私も同じツッコミしちゃってますけど、でも言ってください。初めて見てくださる方もね、いらっしゃるかもしれない。僕のなんかキャラ付けみたいなところ。それですね。若干。付けですね。はい、あるんですけど、僕はもともと千葉で住んでて、東京とかで働いてたんですけども、ブログとか、パソコン1台あれば、自由にね、どこでも仕事できるし、生活できるっていうことで、今、青森県にちょっとね、のんびりと生きる生活をしながら仕事をしていると、そういう、そんな感じです。そうなんですよ。そのね、毎回言ってますけど、のんびりな感じの見た目も、こう雰囲気ものんびりな感じですよね。そうやって頑張ってキャラ付けしてるので。で、嘘じゃないですからね。素のこの感じですからね。はい。そんな感じなので。はい。よろしくお願いします。はい、改めまして、えりこと申します。よろしくお願いします。私は今、小学生と中学生の子供が2人いる、本当に普通の主婦なんですけど、ブログを始める前は、時給900円のパートを1日、平日4時間やるっていう、ことをしてて、で、その頃、子供が、その頃はまだ幼稚園に行ってたんですけど、その間だけ働いて、子供のために、
パートをして働いているんですけど、やっぱりあのちっちゃい子供がいるママの子働くって本当に大変なことで、これ3つ目って言いますけど、ひろきさんにはきっと全然わからないんだろうなって思いながらいつも話してて、だいぶいろんな人の話聞いて分かってなってきました。分かってきてるような気がするんですよね、ママさんの、はい、そうなんです。ここを語らせたら私本当に朝まで多分語れるかなっていうくらいなんですけどそうそう、それなんで、で、あの子供がちっちゃいながらも働いてるママさんって本当に大変です。子育てだけでも本当にもうめちゃめちゃ大変なんですけど、で、子供がいない幼稚園に行ってる間だけ働いて、で、子供帰ってきてからこう習い事があったりとか、その後に、ご飯作って寝かしつけて洗濯も畳んでとかっていうのをね、くじくやまに全部終わすとかなったら本当に大変なんです。朝は行くまでもこう子供の準備も自分のお化粧もあるしみたいなところで、でなんか子供のために働いているのに本当に毎日の仕事、家事育児に追われて、あと習い事もあったので追われて、なんかもう本当子供のために、子供の笑顔のためにみたいなところでやってたのに、なんかもう子供にも急いで急いでとか、もう早く早くみたいなことばっかり言っちゃってて、でもなんだろう、いつの間にかこう子供の前でこう笑顔になることすらこうできないっていうか、もう本当に毎日いっぱいいっぱいであっという間の日々で、でもやっぱりこれじゃいけないなって思って、あのそこからあのなんとかしなくちゃと思って、であの子供との時間、子供子育てを大切にしながらこう自宅で稼ぎたいなって思うようになって、そこからブログを始めるようになりました。で、あのブログを実践してから、2ヶ月でもう本当にめっちゃ頑張って、あの2ヶ月で10万円達成して、でその後は3ヶ月目になんと100万円まで行ったんですけど、頑張りました。頑張りました、私頑張りましたでもその頑張ればできるっていうことも証明できたなって思いますし、本当に私とヘロクさんご存知だと思いますけど、パソコン全然今でも結構苦手な感じで、本当にヘリコさんね、こんだけ、ね、あのやってるとんみんなから外できる人だと思われがちですけど、全然本当にブラインドタッチも本当に未だにちょっと怪しいです。多分この指の位置とか怪しいですもん、私、はい、そう、本当そういう状態から、始めて、で子育てももちろんやってますし、しながらでもこうブログで、しかも子供がいない時間だけですよね、子供が幼稚園行ってる間とか、子供が寝た後、あとは子供が起きてくる前とか、あとは土日とかは全然やったりしなかったので、でもの子育ての隙間時間とか家事の隙間時間を使って、あのちゃんと正しいやり方でこうやっていけば、本当普通の主婦でもこんなにできるんだっていうことを感じて、で、自分でもやってたんですけど、やっぱりこれを同じ主婦の方とかママさんとかに伝えたいっていうことで、ひろきさんと同じくこうブログを今教える側のコンサルタントとしてやらせていただいております。はい、伝わってますよ。伝わってますかね、本当にもうめっちゃここ語りたいですよ皆さんにそうですね、でそのまあね、フリーデイズという1年間年間のね、コンサルコミュニティっていうのを、まあ、やって、フリーデイズ、セカンドから、まあファーストは僕一人でやってたんですけど、そうです、セカンドから一緒にやらせてもらって、ね、セカンド、サードっていう風にやってきて、まあ、セカンドが100人ちょっとくらいですね、はい、今回サードが120人ぐらいとか、はい、で、まあ、個別のコンサルとかも含めたら、うん、多分本当、ね、お互いでね、300人とかを300人以上は全然見させていただいてますよね、はい、ね、レイコさん本当そうやって、ね、主婦の方、ママの方の光になるような、ね、光って全然伴走するみたいな私的なイメージなんですけど、うん、こう一緒に頑張ってきたなっていうのはすごい、思いますね。で、まあ、今回その、ね、フリーでサードのことをね、こう振り返っていこうかなというふうに思うんですけど、はい、そうですよ、どうですかね、あのセカンドの時もサードの時もそうなんですけど、本当はさっきもお伝えしましたけど、こう初心者さんからもアドセンス合格するっていう、まあ、アドセンスってこう収益化するため の, あのものですけど、あのから始まって、パソコン苦手、文章力心配ですっていう方たちが、ね、あのこの1年を通してこうちょっとずつ成長して実績を出されてっていうね、ところをお伝えしたいんですけど、言っちゃっていいですか、あの実績で, でも本当にこう初心者の人というか、なんか一番最初とかこうコンサルとかをしてるときに、そのブログの準備をするときに、もうここのボタンを押していいんですかみたいな、そういうのがね、はい、心配なんですよ、ね、めっちゃわかりますと思って僕からすると、いやそんなね爆発するボタンなんてないとないんだから
いやでも心配です。私もそっち派だったので、もう本当に言葉自体は分かんないですし、本当にこれクリックして、なんか例えば全世界に何か公開されちゃうんじゃないかとか、これ、まあ、爆発までは心配しないですけど、何 か, おかなんかパソコンおかしくなっちゃうんじゃないかとか、やっぱ主人さんそういうとこが心配なんですけど、でもそれをやっぱり皆さんにね、こう気軽に聞いてもらえるっていうのもフリーデーズのいいところだと思いますし、あ、私もそれ分かりますっていうのも言えますし、ね、はい、でそんな中でもね、こういろんな方がいますけど、はい、はい、ってくださいどんな人がいたのか、はいはい、じゃあ、実績書があるということで、フリーデーズサード1年間で実績を出された方なんですけど、まずそこにまたカンペがあって、去年本当この流れだったんですけど、で1万円から10万円までの成果を出された方が18名いらっしゃいます。で、10万円以上から50万円くらいまでの方が17名ですね。で、50万円から100万円までの方が7名いらっしゃって、100万円以上の方が2名ということで、総勢もう本当にすごい人数、44名、なので1万円以上からも100万円以上までの方が44名もいらっしゃるってことで、すごいですよね。すごいですね。はい、でさっきセカンドの時の対談動画でも同じようなことを話させていただいてるんですけど、その時私の YouTube チャンネルに載ってるんですけどこれよくやられてるの時も同じくらいの方が成果を ね、出されて、同じくらいの割合で出されてましたよね。そうですね、うん、だから、まあ、やっぱりこう、ね、まあね、教えてるのは基本的にブログの、で稼ぐ方法の収益だっていうところですけれども、ブログって本当に今もね稼ぎ続けられますし、フリーデイズで教えてるノウハウっていうのもやっぱり再現性がすごくあるんだなっていうね、すごくねやっぱ実感するというか、こう本当にねゼロからサードだけで、今さっき言った44人っていうのはあくまでサードフリーデイズサードだけでも1年間で成果を出された方で、まあ、セカンドの時とね全くね合計とか、ね、累計で何十人っていう人とか、ね、そういうのを言うこともできますけど、そうではなくてこの1年ですね、はい、ここです、そうです、なのでそこは本当にこうねブログもそうですし、フリーデイズというねコミュニティに何かこうね可能性というか、やっぱりいいなって思いますね。本当ですよ。なので40何名の方いらっしゃいますけど、こう毎月にやっぱり成果を出される方がね、いらっしゃって、もうセカンドとかそうですけど、毎月月末に皆さんこう成果報告してくださって、今月週末達成しましたとかアクセス爆発しましたみたいなところがあるので、もう月末はいつもうわーっていうね、おめでとうっていう感じの、楽しかったですね、本当に今年も、そうそうそうなんですよね、でしたね、ですね、本当こうね、やっぱりそれぞれになんかそのおめでとうっていう、なんかもうただ稼いでっていうだけじゃなくて、なんかこうみんなにこういろんなストーリーが、そう本当ですよ、そうそうなんですよ、もうお一人一人紹介したいくらいなんですけど、詳しくはね、えりこさんとの対談動画がいっぱいあるので、分かったらしいね、YouTube チャンネルをね、漁っていただければなと、見ていただければと思う、本当、実績出された方たちと、私とその方で1対1でお話をさせていただいてて、どういう思いでブログを始めたかとか、10万、何十万達成するまでどうだったかっていうのを話してくださってるので、すごい、結構そこ見てくださるって方多いので、見ていただきたい。なと、思いますし、なので本当この実績者さんの中、フリーデーズは結構女性の方がね、多くて、私と同じようなママさんとか主婦の方、女性の方っていうのも、まあ、もちろん男性もね、いらっしゃいますけど、やっぱりその中でも印象的だった方、印象的紹介してください。あ、いいですか。マイコさんっていうママさんがいらっしゃって、でマイコさんはサードフリーデーズサードからご参加いただいてるママさんなんですけど、フリーデーズサードにご参加いただいた時にもう妊婦さんかな、そうですね、妊婦さんですね、入ってすぐぐらいにご出産されたんですね。そうなんです、はい、で上のお子さんがいらっしゃって2人目、妊娠されてる方で、でマイコさんは、そこからまあちょっと前からはブログを始めてたと思うんですけど、ちゃんと本格的にこうしっかりとやっていったっていうのは
その妊娠されてからとかフリーズが始まってからっていうことだと思うんですけど、でそうなんですよ。でフリーズサード始まってからご出産されて、で舞子さん本当にすごくて、ご出産されて、その出産された入院されてる病室からこう私とか他の講師の方ともこう音声コンサルをされるくらい、うわーっていう感じなんですけど、本当そんなご出産も挟まれた舞子さんがやっぱりこうフリーサードの期間内に10万円を、ね、達成されて、だって産んだ後もブログをやられててっていう、うん、ま、でもそれもブログのいいところで、こうちゃんと子育てしながらご出産されてからでもうまく時間を使って、うん、やっていけるっていうところもあると思うんですけど、そうですね、はい、そうそうそう、そういうことズームのこう作業会とかしてる時に、うん、まあ、ちょっとお子さんね、ここに赤ちゃんいたりとかっていう、あ、ちょっと泣いちゃってるんで今ちょっと行ってきますとかって、行ってきますね、そう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 でした、本当にそういう本当上のお子さんもいて、ご出産されたばかりの赤ちゃんもいてっていうところからちゃんとブログを積み上げていって、そこで10万円もねこの間達成されましたし、そしてその後に今まあ、ブログを売却するって最低マンデーっていうのがあるんですけど、うんうん、 そこでいい感じにねお話が進んでいて、数十万円ですね、そうですね、達成、うんうん、まあもうするでしょうっていう、もう契約とかもだよね、言っているのでですね、うん、なので、うんね、そういう、ね、出産とかもそうなんで、もうめちゃめちゃ大変なところからブログでね、うん、成果出されて、で、まあ、舞子さんはね、うん、この次のフリーレイフォースですね、す今度また募集するんですけど、うん、そのフリーレイフォースにもそう継続して参加されるっていうことで、うんうん、またこうただブログで稼ぐっていうところじゃなくて、うん、その先の、まあ、次のステップね、うん、いろんなことをね勉強されて、はい、またさらに大きな、ね、うん、成果を出すんじゃないかなっていうところで、うんうんうん、もう間違いないですね、本当ね、主婦の方、ママの方はね、うん、誰でも共感していただけるというか、いや絶対そうだと思いますよ、いいなって思えるね、うん、なんかそのストーリーというか、あ、そう、感動ですね、感動ですよ、本当に。しかも舞子さんだけじゃなくて、結構ご出産挟まれてる方たくさんいましたよね、うん、フリーズさんの中でも、そう、ね、うん、生まれたんですっていうこととかもご報告してくださったり、うん、うん、いましたね、そうですね、たくさん、うん、だから、うん、本当そこはこう、うん、なんか自分が今どういう状況だからちょっとこう、うん、ブログはできないとかっていうことは全然なくて、やっぱりそのね、ブログっていうのはね隙間時間でもできますし、まあ、特に、まあ、別に女性だけじゃないですけど、そうでしたね、ばっかり言っちゃいますけど男性もいて、いらっしゃいますよね、はい、で男性だとやっぱり会社で働きながら、うん、副業で仕事終わってね、うん、疲れた後とかでも、うん、なんか頑張ったりとかっていうところね、うん、夜中とかでも、うん、夜中に音声のコンサルをして、うんうん、ね、こうちょっとずつ稼げるようになったりとかっていうこともできますし、本当、うんうん、こうね、どんな人でもスタートすることができるっていうのが、うんうんうん、まあ、そのブログとかコミュニティの魅力かなっていうふうには思いますね、うんうんうん、本当ですよね。でやっぱりフリーレイズの中でも夜活組と朝活組とかいらっしゃるんですけど、その夜っていうお話だとやっぱね、こう子育てでもお仕事終わってからでもなんかこう疲れたら、まあ明日でいいかみたいになっちゃうとは思うんですけど、うん、コミュニティ結構書き込みがやっぱりそのみんなで集まれるなんて辛いの。チャットでいいんですか？グループチャットで。はい、そこに皆さん本当にすごい書き込んでくださってて、やっぱもう今日ちょっとも疲れたから明日でいいかなって思っても、誰かがこう頑張ってるみたいなのを見れると、絶対、はい、私も頑張ろうってなるじゃないですか。それもありますし、それこそさっきの実績者さんもそうですけど、あっちのママさん、あのママさんが私と同じ状態から始めて、これだけ頑張って成果出される。じゃあ私も、これだけやればいけるかもってね、うん、思えるこの環境とかも本当素敵だなと思いますし、うん、そう思えるだけじゃなくて本当このやり取りできる、こう一緒に頑張ってるこの感じですね、本当にもうそれが楽しいですよね、そうですね、そこのグループね、グループチャットがね、うん、あるんですよね、オンラインで、はい、うんうん、でそこでいつでもねチャットでこうみんなメンバーと交流できるっていうところで、このなんかグループチャットの盛り上がりっていうのが、うんうん、フリーデイズね、フリーデイズに参加していて、うんうんうん、別のコミュニティも参加してるっていう方とかもこういるんですけれども、うんうんうん、フリーデイズはすごいですねってもうめっちゃ言われてますね、ありがたいことに、ありがたいことに、本当に皆さんのおかげですよね、でもそうやって皆さんこう和気あいあいとした雰囲気を作ってくださってっていう、うんうん、そこもね、なんかこう本当こう楽しい雰囲気とか、うん、
ね、こう居心地の良さみたいなのは、このフリーデイズが他のコミュニティなんで絶対に負けないだろうなっていうぐらいね、素敵なところなので、あとはこう、フリーデイズセカンドから参加していただいて、2年前ですよね。で、去年の、はい、去年というか今終わるやつですね。セカンドとサードに継続されて、次のフォースもさらにまた、ね、また参加したいですっていうふうに言っていただいてる。もうこのフリーレースという環境とか、ね、まあ、ありがたいというか僕とか、エリコさんがいいんですっていうふうに言ってくれる方もね、いや、本当に。増えていって、もうありがたい感じですけど。ありがたいです。本当に。だから、フォース、次のフォースに継続される方、たくさんいらっしゃいますもんね。そうですね。かなりいらっしゃって、はい、対談動画出ていただいてる方とかもたくさん、いらっしゃいますし、この和気あいあいとした雰囲気を継続できるかなと思いますし、あとは本当、今までご参加いただいた方の、こう、フリーデイズで良かったこと何ですかって、こう、聞かせていただくと、やっぱりこのね、和気あいあいとみんなでこう仲良くブログ頑張っていけるこの環境が良かったですっていうことを言ってくださる方が一番多いですよね。そうですね、この出会いとかはね、ちょうどだからセカンドが始まったのが2020年の秋ぐらいとか、ね、夏から秋ぐらいとかなんで、すごいちょうどね、コロナが、でも全然外に出られないみたいな状態だった時に、こういうコミュニティがあって、オンラインでこうね、みんなでやり取りとかして、仲間ができたっていうことで、そこにこうすごく、まあ、救いじゃないですけど、なんかね、こうずっと閉塞感がね、家の中である中で、いろんな人と交流できるっていうところが、なんかね、そうやってこう、ね、みんな世の中ちょっと暗くなってる中で、なんか僕らだけ勝手に明るくなってたっていう。でも本当楽しむだけじゃなくて、ちゃんとこうブログで頑張っていって上でのこの楽しさなんですごくいいですよね。なんかそうですね。ね、実績者も紹介させていただきましたけれども、こう、まあ、ただねブログ、まあ、最初のこうステップアップとして、一番最初はねブログとかその Google AdSense とかが、まあ、最も初心者におすすめっていうことでみんなにやってもらって、でもそこからその先別に、ね、ブログだけ一生ねやってろってわけではなくて、大事なのはこうブログのやり方を知ることじゃなくて、まあ、自分がビジネスで一人で、まあ、起業家としてね独立していけることとか、まあ、どんなビジネスでも扱えるような人になることっていうのが、まあ、大事なのかなって、まあ、僕は思ってるんですけどそうですね、そうですね、はい、でもなんかね、そういうふうにその道をちょっとずつ辿ってってくれてるというか、あ、この人だったら他のビジネスとか新しいねなんかものが出てきてもそれをすぐに取り入れてどんどん成長していけるなっていう人たちが増えてきているので、そこのこう、ね、環境もいいと思いますし、その学べるものとか自分の成長していける、ね、こうステップっていうのもすごくね魅力的な部分かなというふうに思うので、そこはこう、ね、自信を持って言えるのかなという感じですね。本当ですよね。もちろんそのブログのその先みたいなところもありますけど、やっぱりまずはこうブログで、稼ぎたいっていう、でももうパソコン苦手、文章力もないみたいなところが心配だと思うんですけど、なんかもうそこはね、もう私たちも全然丁寧にね教えさせていただけると思いますし、私もそうだったんですけど、こう何情報がありすぎて、もう本当に何が正しいのかなっていう検索の仕方もわからないし、みたいなところから始めて、でもやっぱりこう時短でこうママは忙しいので、もう絶対時短で稼ぎたいわけなんですけど、なのでやっぱこう正しいやり方をこう伝えられるっていうのはすごくコミュニティの中でもいいところだと思いますし、あと私たちだけじゃなくて、もう皆さんが結構シェアしてくれますよね、コミュニティの中でも。音声コンサルとか、まあ、添削を受けたり、何か学びがあった時に先輩たちとか、あとはやっぱ同期メンバーの方たちとかがお互いシェアしてくれてるので、結構本当、あ、そこ知りたかったってことが見えたりしますよね、きっとコミュニティの中にいても。そうですね、役割というか、まあ、僕らは本当こうやって進んでいくんだよっていうね、道というゴールを示して、まあ、道を作ってあげることができて、でね、ずっとフリーデイズで、ね、頑張ってきてくれた先輩たちが、こっちだよこっちだよって言って、はい、で先頭をね走ってくれて、で新しく入ってくる人たちは一緒に頑張ろうねって言って、一緒にこう走り出してるっていう。
感じなんで、本当に、うん、そこですよ、セカンドからもサードからもその流れがずっとできてますよね、うん、きっとね、うん、なんかもうやっぱみんなこうちょっと先輩メンバーっていうかあの人を、ね、みたいな、そうですそうです、先輩っていう感じでね、ね、ありますけど、であのあれですね、こうフリーデイズでは作業会、ズームで作業会をやったりするんですけど、うん、あのその後にこう座談会みたいなのもやってるんですよね。そうですね、はい、そこも楽しいですよね。そうですね、作業1時間くらいみんなでこう顔出しとか、顔出しじゃなくてもいいんですけど、こう黙々とみんなで作業をしてから、その後ちょっと打ち上げみたいな感じ打ち上げじゃないですけど、まあ、雑談ですよね。雑談ですね。でもそこでもやっぱりブログの、情報共有とか、あとは最近講談ですよみたいなことを、話せる、その環境もすごい皆さんにもいいって言っていただいてますし、私たちもね楽しいですし、やっぱブログ一人で頑張ろうってなると結構孤独な作業じゃないですか。そうなんですよ。そう、めちゃめちゃわかります。でやっぱ継続していくことが絶対大切なので、うん、そのためにはやっぱこの環境っていうのすごいめっちゃいいんだろうなって自信を持って、うん、いや僕も本当会社員の時とかもうね、孤独ですよ。会社で仕事終わってね、あ疲れたって思ってパソコンいじって、でもね、世の中の人たちはなんかご飯食べてお酒飲んでとか、なんかね遊んでテレビ見てとかっていう風な人がいる中、あでも頑張らなきゃなと思って人にね黙々とパソコンに向かってたっていう感じだったんですけど、まあ、僕はね当時そのメンターとがいて1対1とかでこうね最初はやってたんですけど、やっぱりメンターちょっとこうね先生なので、ね先生とはそんなね先生に愚痴ばっかり言ってましたよ。ちょっとビビってました。大丈夫ですか。でもその後にねコミュニティに参加した時に、あ自分だけじゃないんだなと思って、いや最近こうなんですよねみたいな、わかるわかるみたいな、ね、そうそこですね、そうやり取りがあったからね、そこでこう、うん、やっぱり今の自分があるのは、うん、その時の、まあ、仲間たちがいたというか、うん、まあ、それこそエリコさんと会ったのも、うん、あそうそうそうですよ ね、同じコミュニティで、ね、うん、あのブログを学んできたというところなので、うん、そこのこう、ね、仲間との出会いというか、うんうん、もうエリコさんと出会って何年目ですか、何年くらいですかですけど、はい、本当にこうね、うん、一生を通じてこうね、あのうん、ビジネスとかを通じてこう、ね、うん、関わっていく人たちっていうのが、うん、まあ、いろんな方とね本当仲良くなってきたなっていうのがあるので、そこのこう仲間というか、うん、あの人のつながりみたいなのもできるのがね、うん、まあ、よかったなっていうか、もう財産ですね。ね、本当ですよね、そう思いますよね。もう私がコミュニティに入った時はだいぶ稼いでらっしゃる大先輩でしたけど、すぐ聞いていやいやいやそんなそんなお互いそんなこと言ってもねあれですけどそうなんですよね。だからこの環境にね、なんか本当にあのブログって稼げるのとか心配な方もいらっしゃると思うんですけど、うん、あのそこはもう稼いでらっしゃる先輩がいらっしゃる環境ですし、うん、一緒に頑張っていこうっていうね、この環境ですので、うん、はい、またこのフォース次のやつについても詳しくお伝えできればと思うんですけどね。そうですね、はい、フリーデイズフォースの企画が、うん、まあ、もうちょっとしたら、ね、言ってもいいんですけど、まあ、もうちょっと後のね楽しみにしておきましょうか、はい、そうですね、11月の、はい、11月後半ぐらいですか、ね、後半ぐらいですよね、ね、いろいろとこれから、うん、ね、新しいこの新規の募集について、うん、まあ、たくさんね、あの情報を解禁していきますので、うん、まあ、今後メルマガとかもね、はい、あの見逃さないようにしていただければなと、ですね、ぜひ見ていただきたいですね、はい、思うんですけれども、はい、あともう一つですね、そして、はい、告知があります。重大な告知が、はい、ありまして、今度の11月12日ですね、うん、土曜日の、まあ、夜、まあ、22時とかですかね、そうですね、はい、夜からあのブログの質問会っていうのをやろうかな、うん、オンラインの質問会ですね、はい、僕とえりこさんとあの、まあ、1時間から2時間ぐらいとかですかねそうですね、うん、あそう笑っちゃいましたけど去年もあの質問会やらせていただいて2時間で全然終わらずに深夜1時くらいまでやったんですよね。しかもそこでも答えいっぱいいただいて、質問は答えてず、その後すべて動画でお返ししたんでしょうね、はい、やりましたね、やりましたね、あの、まあ、事前にこうね質問後でねこう募集とかもするので、うん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 、質問ブログについてとか、うん、
あのね、そういうことじゃフリーレイってどんなコミュニティなんですか、はい、全然いいと思うんですけど、いいですね、うんうんうん、あとブログのね添削とかもね、はいはい、させていただく、今自分がブログやってて、うん、でもちょっと、うん、この記事でいいのかなとかこれいいのかなっていうのを、うんうん、僕らが直接見て、うんうん、アドバイスをするっていう、はい、なんかまさにこうフリーレイズでやっていることとか、うん、僕らがどんな風に教えているのかっていうのをあの、ね、こうちょっと感じることができる、ね、そうですね、うんね、会なのかなと思うので、ちょっとでもこのフリーデイズってどんなコミュニティなのかとかっていうふうに思ってたりとか、うん、ブログってどうやればいいのかっていうふうに思ってる方は、ぜひね、参加していただいて、なんだろう、いやもう僕らの、すべてを、すべてを、包み隠さずですね、はい、お伝えするので、うんうんうん、あのぜひね、来ていただければなと。うんというふうに思います。本当ですね。であのさっき実績者さん紹介させていただきましたけど、あの皆さんに本当そういうふうにお伝えしてる、うん、もっと具体的なやり方とか、あの皆さんが実績出された本当そのやり方を全部というか聞いていただければ全部あのお伝えしますので、はい、いいですし、あとは、まあ、本当ブログってどうなんですかっていうか、本当に稼げるんですかみたいな、うん、そういうねことでもいいですし、うん、そうですね、確かに、うん、あの全然まだブログもう全くやったことないっていう人でも全然 OK で、もう本当にこうこんな質問していいのかなみたいに恥ずかしいとかは全然ないので、うん、全然ですよね、はい、本当フリーデイズは初心者さんが本当9割とかそんな感じですもんね。皆さんブログって何ですかっていう感じのとことかなので、あのそういうご質問も全然ウェルカムですので、お待ちしてますので、はい、はい、ですね、うんうんうん、あの11月22日、11月12日です。11月12日土曜日の10時からです。夜10時からです、はい、お子さんを寝かしつけた後でも途中からでも全然参加していただいていいですね。そうですね、途中退室、うん、途中参加、全然 OK なので、はい、ですね、はい、11月12日です、はい、またそれもご案内しますし、あとはご質問とかもね、うん、受け付けるような感じでやせていただきますので、はい、はいはい、楽しみにしていてください、はい、はい、じゃあ、うんうん、そんな感じで、はい、今回 の、 あの、コラボ対談ですね、コラボ対談、はい、以上かなと思いますので、はい、はい、ゆりこさんありがとうございました、うん、あ、こちらこそありがとうございました、はい、では失礼します、失礼します。